今日もまだね、座骨神経痛が痛いのと、あちこち歯が痛いんでね。でまた暑い、混んでる。まあ、河川からね、お送りしますよ。まあ、今日もね、未公開動画とか、いろいろ、昔の動画とかね、見てないやつをね、ちょこちょこ上げていきます。当分こんな感じで、なっちゃいますけどね。なかなか治んないんだよね、座骨神経痛ってね。長いんですよ、もう年だから。一回なるとね、症状出ると結構長かったから、あちこちね、行きたいとこもあるんですけど、あの車の修理とかもね、メンテナンス塗装とかもあるんだけどね、行けないね。なマークな。まあそんな感じで今日の動画始まります。そいちゃんはね、今はね、ママちゃんとね、商店街フロフロしてると思いますよ。じゃ始まります。まだ子供ではない。ママちゃん何も、ちょっと待って、これ辛いやつなの？うん、辛いやつ。いっぱい来ました。おかわりいっぱい来ました。おいしい。ねえよ3つ来た。やけどしないように食べてね。おかわり来た。満腹だって。そうじゃ満腹、空っぽですね。満腹です。ママは手袋よ。満腹そうちゃんです。あ、満腹そうちゃんも眠くなってきました。まだ気づいてるんだよ。暴れてるんだよ。もういい。おお、飛んだね。すごいわ。今日ね、サンドイッチ、カツサンドとかもね、半額で母ちゃんが買っといてくれたから。半額、これは半額。そうだよ、みんなそうだよ。結構釣り人増えてきましたね。これも死んだ。あ、死んでんだ。死んでんだ。惜しかったな。でも何センチあるか確かめよう。結構大きいね。でも何センチあるか、ね、40ぐらいね。41センチ。え、亀のさ、泣きゃ亀のさ、あれで帰るよ。